ボルフラム・フォン・エッシェンバッハ、ボルフラム・スエッシェンバッハにある、記念碑。1861年除幕、マクシミリアン2世により、根竜アーベンベルク城にあるボルフラムの像、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハは、中世ドイツの詩人。中世ドイツ文学の最も重要な女子的作品、パルチバール、または、パルチバールは彼によるものである。女子詩の他の2作品。 十字軍文学でありながら、寛容の精神を訴える、ビレハルムと若い男女のみずみずしい恋を、悲劇の予感を漂わせながら描写する、ヒトゥレルも、魅力的である。また、ミンネザングの歌人として、写本によって伝えられた作品の数は少ないが、極めて優れた、助上詞も残している。なお、詩人名が、ボルフラム・フォン・エッシェンバハと表記されることもある。 ボルフラム・フォン・エッシェンバッハは、当時の人々にとって、また現在の研究者にとっても、中世世紀ドイツの最も重要な詩人とされている。表した作品は、ジョジシ、パルチバール、ビレハルム、ヒトゥレル及び、ジョジョシである。電気的記録としての資料は残されていない。これは、同時代のハルトマン・フォン・アウェア、ゴットフリート・フォン・シュトラースブルクにおいても同様である。 電気的な事柄については、もっぱら詩人自身の作品及び、後世の詩人の記述によって推測する他ない。パルチバールの成立が13世紀冒頭、ビレハルムとティトレルが13世紀10年代と考えられるので、それらによって、生没年を推定できるだけである。出身地は、ニュルンベルクの南西36キロ、京のボルフラムスエッシェンバッハとみなされている。 現在、その小さな町には、バイエルン国王マクシミリアン2世によって建立された、ボルフラムの立像と1995年に、開館した、記念の博物館ミュージアム、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハが存在している。身分や、学問的素養についても確かなことは分かっていない。パルチバールで、盾取る職が私の本務であると称していることなどから、定位であれ。 騎士であったと思われるが、後世の詩人が、高貴な騎士と称えるほど、好意の身分であったかは疑わしい。パルチバールでは、私は一文字も知らない。ビレハルムでも、書物に書いてあることからは何一つ学んでいませんと、述べているが、これらの文言によって、ボルフラムは文豪であったとか、無教養であったとかと考えるべきではない。むしろこれは、自信を秘めた。 装われた謙遜と返すべきで、学祭と教養を誇り、フランス語の原点を忠実に翻訳してドイツ語の文芸作品をものする。そうした心情のハルトマンだとは異なり、謙遜に見える源氏の前後に示されたように、原点の一時一句にとらわれず、己の知恵を傾けて自由に物語を語る覚悟を、ボルフラム流に表明したものであろう。ボルフラムが、 当時の学問上の知識を包括的に身につけていたことは明らかである。彼の作品にはあらゆる分野で専門的に扱われる様々な知識や進学的考察がふんだんに盛り込まれている。また、同時代の古フランス語とフランス文学にも通じていたと思われる。ボルフラムは作品の記述から生涯を通していくつかの宮廷に仕えていたと推測される。 ビレハルムの冒頭では、原点の仲介者として、チューリンゲン砲ヘルマンが紹介され、作品末尾近くでも、砲白への言及がなされている。そして、パルチバールにも、ヘルマンの宮廷に、ボルフラムが滞在したことを示唆する記述がある。ヘルマンは、自分の最初の枝をドイツ語の畑に継ぎ木した、ハインリヒ・フォン・フェルデケやドイツ中世最大のミンネ・ゼンガーである、 バルター・フォン・デア・フォーゲル・バイデのパトロンでもあったように、当時の文芸の保護者であった。後に、砲白の宮廷を舞台に、バルトブルクの歌合戦が行われたとの伝説が生まれ、後代リハルト・バーグナーがこの伝説を元にして、オペラ、タンホイザーをものしたことはよく知られている。この、エルマンのチューリンゲン砲白領取得が1190年。 死去は1217年4月25日である。中林元砲白ヘルマンは、1155年頃中林元砲白ルートビヒ二世を父として生まれた。フランス王類七世の宮廷で、兄のルートビヒと共に養育された。この兄は、新生ローマ皇帝フリードリヒ一世、フランス王、フィリップ・オーギュスト、イングランド王。 リチャード自死神王の主導した第3回十字軍に参加し、悪根包囲作戦の際、ドイツ隊の指揮を取った。しかし病のために帰国の音につき、その途上で死去した。遡るが、ルートビヒヘルマン兄弟は、ホーエンシュタウフェン家のバルバロスサ側についていたため、反対勢力の首領たる、ベルフェン家のハインリヒシシ公によって1年半にわたって捕虜にされている。 ヘルマンは1181年作戦宮中白霊を受風された。兄が1190年に上記のように子孫を残さずに死去するとヘルマンは神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世の意図に反して中林元宝白霊を空位の宝土として獲得することができた。皇帝ハインリヒ六世が取り組み、ヘルマンも参加した十字軍派遣は皇帝の休止によって頓挫した。 中林元砲白ヘルマン一世は、当時のシュタウフェン家とベルフェン家という二大勢力のドイツ王、新生ローマ皇帝圏をめぐる争いの中にあって、自己の権力拡大を追求して、日和見主義に徹したが、最終的には、1212年にドイツ王に選出されるシュタウフェン家のフリードリヒ二世の側についた。ヘルマンには、ルートビヒとハインリヒラスペの息子があったが、 長男ルートビヒは、ハンガリー王女エリーザベトと婚約させた。彼女は後に、有名な聖女となり、その伝説は、今も語られている。マールブルクのエリーザベト教会はこの聖女を称える、ために建設された。ヘルマンは1217年4月25日狂気の、うちに死去した。ヘルマンとその日ゾフィアの所有していた、豪華な紙幣には二人の肖像が描かれている。 なお、あまりにも有名な、ワルトブルク城の他に、現存するチューリンゲン砲白家の城として、ザクセンアンハルト州の豪壮な、ノイエンブルク城がある。チューリンゲン砲白、ヘルマンの他には、パルチバールの聖杯城と関連付けられることの多い、オーデンバルトのビルデンベルク城が、ドゥルン、または、ドゥルネ家の所有であったので、ドゥルン、または、ドゥルネ男爵家とのつながりが推測されている。 また、同じ、パルチバールで、ベルトハイム伯爵化が言及されているので、やはりこの家も、ボルフラムの主君ないし支援者であったと思われる。さらに、トリューエンディングゲンに居城を有していた、男爵化とアーベンベルクの伯爵化をも支援者と、推測する研究者もいる。これら4家は、1192年の皇帝証書,書に、証人として、名が上がっている。 他の滞在地、レーゲンスブルクから西に約 75km のドルンシュタインドールンスティンとレーゲンスブルクから北東に約 60km のカームに近い高地、ハイトシュタインもパルチバールに言及されているので、ボルフラムはそれらの地も訪れているのかもしれない。パルチバール中に詳しい地理情報が示されているので、詩人の他の旅行先の候補地に挙げられているのが、 かつてシュタイアーマルクの一部であった、スロベニアのゼリエ、ロガースさドラウガワなどである。また、パルチバールの後に、ボルフラムが取り組んだ、ビレハルムでは、ネルトリンゲンや、そこからそう遠くないビルグイントの森が言及されて、いるので、詩人は故郷に錦を飾る、公園旅行に出かけたと推測されている。 現在、ボルフラムの最も有名な作品として認められているのは、パルチバールであり、これはそもそも中世ドイツの最も重要な、宮廷女子史と位置づけられている。また、ドイツ語で書かれた、聖杯伝説をテーマとする最初の作品である。この作品で描かれているのは、二人の主人公の物語である。まずは、当然のことながら、 代名主人公の物語で、パルチバールの両親の生涯から始まり、パルチバールの誕生、幼少期、続く円卓の騎士の時代を経て、聖廃王になるまでが描かれる。そしてもう一方は、アルトゥース王の円卓の騎士の花、ガーバーンの物語である。パルチバール執筆にあたってボルフラムは、主要部分を、クレティアン・ド・トロワの作品、ペルスバル、または、 聖杯の物語に居しているが、彼の作品は、ペルスバル、または、聖杯の物語を、部分的に、かなり自由に本案している。もっとも、クレティアンの作品は完結した作品ではなく、合板の物語のところで中断している。ボルフラムの作品の結末部、及び冒頭部については、彼が居居居した、作品、資料が特定できないためもあり、 一般的にはボルフラムがこの部分の原著者であると考えられている。ところで、ボルフラム自身は、パルチバールの中で、クレティアンは、物語を正確に伝えていない。ディーズゲシヒテニヒトワルハイトストリューベアリークテッドと、非難し、自分は、キオートという名のプロバンスの詩人が、原点で読んだ通りにあなた方にお話しする、イヒサージュ、アイユーオストキオトラスウェル三十一 ニスパイークヤクイヒゲベオイヒアレスソウイーダー、BS キオートベアリクテッドハットと表明している。今日ではしかし、このキオートも、実在の人物ではなく、ボルフラムの創作であると考えられている。公害と構成第一巻プロローグガハムレトと、ベラカーネ、プロローグとパルチバールの父の物語、アンショウベ、ノーガンディンの死後、次男、ガハムレトは、 冒険を求めて東方へ旅立ち、バルダクのバルクに仕えて、誉れを得る。あとザチマンクの城にやってくる。折しもこの国の女王、黒人のベラカーネは、以前ハルトの求婚を拒んだために、敵軍に、行為されていた。ガハムレトは、女王の声を入れて戦い、敵側の三人の領主ヒューテゲール、ガシエル、ラツァリークを含む二十四人の騎士を倒し、 女王とその国を手に入れる。しかしなおも冒険心に駆られ、密かに船でシビリエに向かう。ベラカーネは悲嘆のうちに一死を生む。カササギのように白と黒のブチの肌をしたその男児は、フェイレフィスと名付けられる。物語の主人公パルチバールのイボアニである。第二巻、ガハムレトとヘルツェロイデ、ガハムレトの第二の妻ヘルツェロイデの物語。ガハムレトは、 スペインのドーレトに赴く。その地の王であるいとこのカイレトに会おうとしたのだが、カイレトは戦いを求めて旅に出ていた。その後を追って彼はバーレースの国にやってくる。この国の女王、ヘルセロイでは槍試合を模様し、その勝者を自分の夫に選び、二つの国を与えると約束していた。ガハムレトはハルディース、レヘリン、シャフィルロール。 ブランデリー・デリーンらの勇士を打ちまかして勝者になる。先の黒人の女王ベラカーネを忘れかね、また、フランスの女王アンプフリーゼの強い申し出を受けて、迷うが、裁判の裁定に従いヘルツェロイデの夫となる。休むことを知らぬガハムレトは、再びバルクへの奉仕に赴き、敵と戦い命を落とす。妻のヘルツェロイデは深い悲しみのうちに、男子、パルチバールを生む。 物語の前史はこれで終わる。第3巻パルチバールの少年時代、ガハムレトの死後、ヘルセロイでは、息子を騎士の社会から遠ざけるために、人里を離れたゾルターネの森に移り住む。少年は、ある日騎士の一行に出会い、これこそ、母の言う神であると思い、祈りの言葉を投げかける。相手が自分らは、神ではなく騎士であると告げると、 少年は騎士に憧れの気持ちを抱き、アルトゥースの元に行かせてくれと母にせがむ。やむなく母は四つの教えを授け、同家服を着せて、息子を世に送り出すが、その直後に死ぬ。母の教えを表面的に理解した少年は、旅の閉じ、エ絵衆ーテープ人に口づけをし、その指輪を奪う。このため婦人は夫、オリルスにあらぬ疑いをかけられることになる。 次に、恋人のカバネを抱いたジグネと出会い、自分の名前と素性を教えられる。ようやく、アルトゥース王の宮廷につき、王の敵対者である赤い騎士ことイテールを投げ槍で殺し、その甲冑を身にまとう。念願の騎士になった少年は、白髪の人に教えを聞えとの母の教え通り、老騎士グルネマンツの下で、騎士道を治め、りに質問をしないようにと教えられる。 死は、若い騎士を、娘のリアーセと結びつけようとするが、パルチバールはその申し出を知りけて、旅を続ける。第四巻、パルチバールと、コンドビーラームールス、パルチバールと妻との出会い。イーズルテルレの王、クラーミデーは、女王、コンドビーラームールスに求婚して拒絶され、怒って、彼女の国ブローバルスノと、ペルラペーレを包囲する。 都市は、ひどい食糧難に陥り、人々は飢餓に苦しむ。パルチバールはこの都市に来て、女王の涙ながらの恋を入れ、クラーミデーの軍に立ち向かう。まず苦内卿、キングルーン,ーンを、続いて、クラーミデー王を倒し、共に、教順の誓いをさせて、アルトゥースの元に送る。こうして、彼女の国を救い、結婚してその国の王になるが、母を死体。 さらに冒険の心を抑えがたく、旅に出る。以後彼は、聖廃王への証明を受けるまで妻に会うことがない。第五巻パルチバールの最初の聖廃城訪問、旅を続けるパルチバールは、湖のほとりで、船上の老人に宿を訪ね、それと知らずに、聖廃城に招かれる。傷の苦痛に耐えている上司アンフォルタスのそばに座り、血のしたたる槍や聖廃を中心に模様される。 豪華圏内たる宴会を見、最後に王自身から剣を送られるが、グルネマンツの戒めを堅くなに守って王に対して、質問をしない。彼は、王の苦しみは戦いによるものとしか理解できずにいた。翌朝目が覚めると人影が見られない。城を飛び出す際に、故障に罵られる。ジグーに再会すると、聖杯王に問いかけをしなかったことを強く責められる。 その後、夫に低操を疑われたエシューテプ人に出会い、そのそばを寄港する、夫オリルスと戦って倒し、夫婦を和解させる。オリルスは夫人を伴って、プリミツエル下半のアルトゥース王の陣営に赴き、王夫妻と自分の妹、クンネバーレに、パルチバールからの伝言を伝える。第六巻アルトゥースの宮廷における、パルチバール、ガチョウの傷口から、 雪の上に落ちた三滴の赤い血を見て、パルチバールは妻を思い出し、甲冑姿のまま意識を失う。これを、アルトゥース王の宮廷への挑戦と、早が転して、円卓の騎士ゼグラモルス、続いて、経営が立ち向かうが、立ちどころに突き倒される。しかし、円卓の騎士の花、ガーバーンはマントで結婚を追い、パルチバールの意識を取り戻させ、自分の天幕へと案内する。 パルチバールは、アルトゥース王に迎えられ、円卓の騎士の一員となる。その歓迎の宴席に、聖杯城の使者、魔女、クンドリーエが現れ、パルチバールが聖杯城の主を救わなかったと非難し、このような縁に列席する資格がないとののしる。引き続き現れたキングリムルゼルに、ガーバーンも、主君殺害の罪を問われ、四十日以内に一騎打ちを、するように挑まれる。 喜びの宴席はたちまちにして、悲しみに変わる。パルチバールは神を呪う。王をはじめ宴卓に連なっていた人々は、それぞれ分かれていく。パルチバールは、以後、第9巻を除いて、第13巻まで物語の主人公の座を、ガーバーンに譲る。第7巻、ガーバーンと帯びろうと、ガーバーンの第一の、アバンチュール。ガーバーンは、キングリムルゼルの挑戦に応じるために、 シャンプファンツーンを目指す。途中、リースの王、メルアンツに、行為されている、リプパウト公のベアーロシェ城にやってくる。この若い王は、不王の死後、部下の両主リプパウトの下で養育されていたが、両主の姉娘、オビエに求婚したものの拒絶されたので無念を、晴らそうとしていたのだ。この窮地に際して7歳の妹娘オビロートは、ガーバーンに、 自分への婦人奉仕をさせ、その力を借りて、王、メルアンツを敗北させる。オビロートは標順の誓いを受け取ると、王、おびえと結婚させる。姉が、密かに王を愛していたのを知っていたからである。ガーバーンは決闘の約束を果たすために城を去っていく。大八巻、ガーバーンとアンチコニーへ、ガーバーンの第二の、アバンチュール。ガーバーンは、 キングリムルゼルとの一気打ちの約束の地、シャンプファンツーン城に着くと、すぐにその国の王フェルグラハとの妹アンチコニリへと、親しくなる。すると、王の部下が二人の語らいの場を見とがめ、ガーバーンは、王の父、キングリジーンを殺したばかりか、王の妹まで誘惑するのかとなじり、攻撃を仕掛ける。やむなく二人は、城の塔の中に逃げ込み防戦する。 そこにこの地で、ガーバーンと一騎打ちをする予定であった、王のいとこにあたる白白キングリムルゼルが現れ、客に対してあるマジ行為であると王を咎める。王は、カッシン・リダムスの意見を入れ、聖杯を探すという条件で、ガーバーンを自由の身にする。そしてガーバーンと、キングリムルゼルとの決闘は、一年後に、バルビゲールで行われることになる。ガーバーンは、 こうしてアンチコニーへと別れる。第九巻、パルチバールとトレフリチェント、パルチバールは聖杯を探し求めて諸国を放浪し、森の色で重視の地グーに巡り合う。彼女に聖杯城への道を教えられるが、途中で見失う。ある雪の降った春の日、巡礼中の老騎士がベニースに出会う。彼は、パルチバールの甲冑姿を咎めて、 今日は聖金曜日、キリストの受難の日であることを教え、近くに住む聖者のもとを訪れるように進める。トレフリテントはここでパルチバールに、神とルチファーについて、聖杯の由来について、聖杯主語の家系について述べ、パルチバールの犯した罪を教え、神の救いについて説く。パルチバールは、自分の犯した罪を介護する。第10巻、ガーバーンとオルゲルゼ。 ガーバーンの第三のアバンチュール。ガーバーンはフェルグラハトとの約束により聖杯を探す旅に出るが、その途中でローグロイス城近くの泉のそばでコーヒー、オルゲルゼに会い、この誇り高い婦人に求愛する。彼女に奉仕するため、その命に従って城の果樹園から彼女の馬を引き来たり、彼女の穴取りを受けながらも一緒に旅を続け、 三人の男に出会う。まず、ウリーアンスには、リショイスと戦って受けた傷の手当てをしてやるが、恩をあだで返され、馬を奪われる。二人目のマルクレ・アーティュレには、その侮辱の言葉に怒って、馬から投げ落とす。三番目のリショイスとは、激しい一騎打ちの末に勝ち、その馬を取り戻す。 私森プリパリノートの家に泊まり、娘ベーネの艦隊を受ける。魔法の城の危険が、ガーバーンを待ち受けている。第11巻魔法の城のガーバーン、ガーバーンの第3のアバンチュールの続き。ガーバーンは私森、プリパリノートから、魔法の城シャステルマルベイレの話を聞き、私森とその娘の静止を聞かず、私森の健老な盾を携えて、 城に出かけ、三つの機難に出会う。最初は、鏡のような床を、疾風のように走り回るベッドに乗り続けること。次は、どこからともなく飛んでくる石と矢の攻撃に耐えること。最後に梱包を手にした男に罵られ、ライオンの吸収を防ぐこと。ガーバーンはこの三つの試練を切り抜けたが、最後にライオンを倒したとき、 自らも負傷し、疲労のあまり一の海に沿っする。その時、城に捕らえられていた、老女王アルニーベが、魔女、クンドリーエに教えられた薬を用い適切な手当てをして、彼を救う。第12巻、ガーバーンとグラモフランツ、ガーバーンの、第3の、アバンチュールのクライマックス。まだ傷の言ぬガーバーンは、魔法の城シャステルマルベーレの暴露にある不思議な、 柱を見つける。これは、周囲6マイルの出来事を映し出すことができ。これで、ガーバーンは一人の騎士と女の姿を認め、アルニーベラの静止も聞かずに出かけて、この挑戦者と戦って倒す。するとオルゲルーゼは、新しい要求を持ち出す。ガーバーンは、彼女の命令通り、グラモフランツ王の守っている木から破綻を手に入れるが、王から一騎打ちの挑戦を受ける。 ガーバーンの父が王の父を殺害していたからである。オルゲルーゼはここで今までの傲慢な態度を浴びて、ガーバーンの愛を受け入れる。二人は私森、プリパリの音から艦隊された後、シャステル・マルベイレに帰乗する。第13巻アルトゥースとガーバーン。ガーバーンは魔法の城の城主になると、まず、リショイスとフローラントを自由の身にし 続いて妹イトニエとグラモフランツの中を取り持つ。一方密かに、アルトゥースのもとに使いを出して、グラモフランツとの一騎打ちの立ち合いをこう。また、城に捕らえられていたアルニーベから、魔法の城の由来を聞き、上手だったクリンショルは、シチリアのオーヒーイブリストの不実を咎められ、その夫たるイベロオによって去勢されたこと。彼は、その報復に、魔法で、 多くの騎士や貴婦人を捕らえてこの城に監禁したが、誰かが、例の苦難を克服したらそのものが彼に代わって、上司となることになっていたこと、それを達成したのが自分であることを知る。ちょうどその日アルトゥース王の一行が近くに到着したので、ガーバーンは密かに王をーフランツェノノに迎え、一族の久々の対面を喜ぶ。アルトゥースは、グラモフランツを呼び寄せようとして、 死者を送る。ガーバーンは一気打ちに備え、馬の試乗をしているとき、ザビーンス側のほとりで一人の騎士に出会う。第14巻、パルチバールとガーバーン、グラモフランツは、死者を通じてもたらされたアルトゥースの妖精を入れて、ヨーフランツに向かう。この死者は、キとガーバーンが、パルチバールと、相互に誰と対しているのかを知らずに一気打ちを戦い。 打ちまかされようとしている場に通りかかり、驚いて、ガーバーンの名を叫ぶ。この叫び声に双方相手が誰であるかを知って、戦いを中止する。グラモ・フランツは疲労したガーバーンを見て、約束の一騎打ちを延期する。ところが翌朝バルチバールはこっそり抜け出し、グラモ・フランツと戦いこれを倒す。そのため、グラモ・フランツとガーバーンの一騎打ちはさらに伸ばされる。 アルトゥースは、ガーバーンの妹イトニエーとグラモフランツとの仲を知り、グラモフランツのおじブランデリデリーンと測り、両騎士の間を取りなし、また、グラモフランツとオルゲルーゼを和解させる。こうして、グラモフランツとイトニエー、ガーバーンとオルゲルーゼが結ばれる。パルチバールは妻を思い、一人喜びの場を去っていく。第15巻、パルチバールとフェイレフィース。 パルチバールは森の中でイボニー・フェイレフィースと出会い、一気打ちをする羽目になる。戦いの勝負は容易につかなかったが、パルチバールの手にする剣、例のイテールから奪った剣が折れる。フェイレフィースは剣を持たぬ相手と戦い続けることを良しとせず、急戦を申し入れる。そこで両者は互いに名乗り合って、兄弟同士であることを知る。アルトゥースの提案で、 ガーバーンとグラモフランツは、フェイレフィース歓迎の縁を設ける。かつてプリミツエール下半で開かれた円卓の席で、パルチバールを罵った、聖杯場の使者、クンドリーエが再び現れ、この度は、パルチバールが、聖杯王に選ばれた刑事を伝える。フェイレフィースは、一堂に贈り物を贈ると、パルチバールに伴われて、ムンサルベーシェに赴く。第十六巻聖杯王。 パルチバール、パルチバールは、フェイレフィースと共に、クンドリーへに、案内されて、ムンサルベーシェの聖杯城に入る。ここでパルチバールの祈りと問いかけによって、アンフォルタスの傷が癒え、パルチバールは、聖杯王となる。知らせを受けてすでにプリミツエル・カハンまで来ていた王妃、コンドビー・ラムールスを出迎えて再会し、子供のロヘラン・グリーンと、カルデースに会う。 聖廃場への木とジグーネの世を訪れ、その亡き柄をその恋人シーアーナ・トゥランダーのそばに、葬ってやる。フェイレフィースは、聖廃場で受選し、アンフォルタスの妹レパンセデショイへと結婚する。二人は、連れ立って、インドに帰り、後にその子ヨーハンは、キリスト教を伝道することになる。パルチバールの子死、カルデースは、世俗の王となる。 長子、ロヘラン・グリーンは一度ブラバント国の王になるが、再び聖杯城に戻って、聖杯後時の任務に就く。このエピソードは、いわゆる白鳥の騎士ロヘラン・グリーンの物語である。そしてエピローグ。後世上気候外で明らかなように、パルチバールの父がハムレとの冒険に始まった物語は、その二番目の妻から生まれたパルチバールの誕生から、 聖杯王就任までを辿る長編ロマンであるが、途中に副主人公、ガーバーンの物語が挟まれている。そしてパルチバールとガーバーンの冒険は、別々に進行するのではなく、複雑に絡み合っている。ガハムレトの最初の妻からも息子が生まれているが、パルチバールの兄であるフェイ・レフィスも父を求めるたびに、出て、弟のパルチバールと出会う。 聖杯をへと証明を受けたパルチバールはにフェイレフィースと共に聖杯城に向かうと、フェイレフィースは洗礼を受けてキリスト教徒になり、弟のおばと結婚する。フェイレフィースは妻を伴い故郷のインドに帰り、こう設ける。その子ヨーハンはキリスト教の伝道をする。パルチバールの父の異教世界への冒険で始まった物語は、 その孫の一人による異教会へのキリスト教伝道と形で演刊が閉じられる。写本、皇帝本、翻訳、ベルントスキラク、ボルフラム・フォニエッシェンバッハ、エイン・ハンブーフ、BD1、デグラウター、ベルリン、ボストン、S327 から331及び、クラウス・クライン、ボルフラム・フォニエッシェンバッハ、エイン・ハンブーフ、BD2、デグラウター、ベルリン、 ボストン S943 から959によれば、パルチバールは16個の漢本と71個の断片の写本、さらに1477年刊行の印刷本によって伝えられており、中古ドイツ語による文学作品の中で最も豊かな写本伝承を誇っている。これに次いで写本の多い作品は、下記のように同じボルフラムのビレハルムである。 総数86本の写本の制作時期の内訳は、13世紀では、前半が4本、中頃が16本、後半が26本である。14世紀に入ると、前半が22本、中頃が5本、後半が6本、さらに15世紀中頃、後半が4本となっている。このように、作者の活躍時期に近い時期から、写本制作が始まり、 それが13世紀後半から14世紀前半にかけて頂点に達し、その後も長期間にわたり写本制作が続いたことが伺える。これらの写本の中で最も重要な写本は、ザンクトガレン修道院図書館本コッド857と、それとは別系統のミュンヘン修立図書館本 CGM19 である。十三世紀後半成立の前者には、 同じ作者のビレイハルムの他に、ニーベルンゲンの歌写本 B、アイカ、シュトリッカー、カールも含まれている。13世紀中頃成立の校舎には、同じ作者のヒトレルとジョジョウ歌2編も含まれ、パルチバールには装飾画も付されている。なお、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハ作品に限らず13、14世紀のドイツ語写本については、 マーバーガーレパートリアム、ドイチスプラケージハンシュリフ店で13、うんと14、ヤーデルズ、において知ることができる。カール・ロッホマンは両者本の投下を認めながらも、前者に優先権を与えつつ1833年に、皇帝本を刊行した。30行を一致施設とし、作品全体を16巻に分けたのもロッホマンである。彼の皇帝本は、 後継者によって改訂が繰り返され、1926年の第6版がその後現在に至るまで定本となっている。パルチバールの現代語への翻訳は19世紀から出版されている。外国語訳としては、英語、フランス語、イタリア語、エストニア語、フィンランド語、ポルトガル語、スペイン語、ポルトガル語、ハンガリー語、ロシア語、ポーランド語、 そして日本語への翻訳が、ヨアキム・ヒネスラ、ボルフラム・フォニエッシェンバッハ、エイン・ハンブーフ、BD2、デグラウター、ベルリン、ボストン、S1018 から1020に、列挙されている。以下には、比較的、新しい、現代ドイツ語への翻訳と、英語訳、日本語訳を挙げておこう。英語訳ヘレン・エム・マスタード、チャールズ・ E. パッセージ原文、現代ドイツ語三文大訳。 ボルフガングスパユーク、ユニバーサル、ビブリオテックナンバー、3681、3682、リクラム、シュトゥットガルト。1981、現代ドイツ語三文訳ピーター・クネヒト原文。現代ドイツ語三文大訳ディーター・ KHN、ビブリオテック・デ・ミタロール・タース・ BD、8、18、2、ドイチャ・クロス・サッカー・バーラグ。 フランクフルト1994現代、ドイツ語音文訳、ボルフガングモア、日本語訳ボルフラムフォンエッシェンバハ、パルチバール。幾分道1974年本案、改作、その他の需要、パルチバールは、前説で述べたように幾世紀にもわたって写本が、制作された、すなわち読み継がれたが、創作面でも影響を与え続けた。 同時代の物語作者ワイアント・フォン・グラフ・フェンバーグは1210年と1215年の間にガーバーンの息子を主人公とする騎士物語ビガロイスを表したがその前半部をハルトマン・フォン・アウェ・カゼに書いた後後半部はパルチバールの影響のもとにボルフラム・フォン・エッシェンバッハ流の語り口で語ったその際ボルフラムをエッシェンバッハの賢人と呼び 人々の語る言葉で、彼に勝る語り手はなかった。ニエハベアインムントインデアボークススプレーキベッサー、ゲシプローカンと称賛した。パルチバールは、16世紀から18世紀前半まで、人々の関心を引きつけなかったが、18世紀後半に至って、再び注目されるようになった。その先駆者は、ドイツ中世の再発見者と呼ばれる、スイスの評論家ボードマーデ。 彼によって大胆な法案がなされた。これは主に主人公の聖杯探求をヘクサメーターに乗せて1093行にわたって歌ったもので、主人公の父や副主人公に関わる内容は写真された。ボーマーはその2年後の1755年にパルチバールの父の黒人の女王との出会いと解放を365行のヘクサメーターに歌った。 当時の精神なクロプシュタックの死に近い作風であったが、両作ともに反響はなきに等しかった。ボーマーは、その後、少年、パルチバールが、母の教えに、盲目的に従い、天幕に一人で寝そべっているコーヒー、エシューテを襲った事件とその後の天末を、75、施設に及ぶバラードで歌ったが、これも失敗に終わった。 1784年にボーマーの弟子のクリストフ・ハインリヒ・マイラーはニーベルンゲンの歌やパルチバールを収める12.1314世紀ドイツ史先週の第一巻を出版した。この書物はパルチバールの需要にとって重要な出来事であった。1477年の初期印刷本とは異なり、最も重要なザインクトガレン写本857を 本国したもので、後の1933年に出版され、今日まで定本とされる、カール・ロッホマン皇帝版の基礎になったからである。もっとも、この作品集は、今日も読まれる、ウンディーネの作者として、有名な府警らに影響を与えたが、ドイツ文学を評価しない、プロイセン王フリードリヒ2世はこの本を受け取ると、我が蔵書から投げ捨てたいと嫌悪を示した。ゲーテは、 ニーベルンゲンの歌は読んだが、パルチバールは読まなかったようである。父兄は、デアパーソバルと題する詩を1832年に完成させたが、それは作者の存命中に出版されることはなく、1997年になってようやく交換された。その後、ゲオルゲハに近いカール・ボルマラーという詩人によって、パーソバルと題する連作詩が表された。 これは1903年 S フィッシャー社観光の愛蔵版の後、1914年にはインゼル文庫への仲間入りを果たした。リーンハルトは1912年、12施設にわたって、騎士とインジャを対照的に捉えたし、パルジンファルト改修者を、シュタードラーは1914年に3施設のし、聖杯城の前のパルチバールを含む刺繍、詩集出発を発表した。 後者の詩は、最初の聖杯場訪問で失態を演じ、聖杯場から追い出されたパルチバールを歌った作品である。日本でも知られている作家ハウプトマンは1911、12年に15、章に及ぶ小説、パルジファルを表し、これは1914年に、ウルシュタイン青少年文庫の一冊として交換された。主人公の自己探求を主題とする作品である。 ウルスラ・シュルツは、他に、ウィル・ベスパーのパージバル、エイン・アベンティア・ロマン、ハンス、フォンボル・ソーゲンのパージバルデアグラル・サチャー、アルブレヒト、シェーファーのパージバル、を紹介している、ボルフラム・フォニエッシェン・バッハ、エイン・ハンブーフ、BD-1。デグラウター、ベルリン、ボストン、S758 から78。20世紀末には注目すべき作品が現れた。 まず、劇作家ドルストの1981年初演の、擬曲メルルン・オーダー・ダス・ブスタラント、と1987年初演初演、1990年改訂版初演の、パージバル・エイン・セナリウム、である。ドイツ文学のタイトであると同時に作家としても著名な、アドルフ・ムシクは、日本でも、ウサギの夏と、ハンズイと梅、そして私、 アドルフム無宿短編集が出版されているが、そのムシクが1993年に1000ページを超える大作赤い騎士パルチバールの物語を上司した。物語の進行はお,およ素ボルフラム作品に従っているが、冒頭にジグーネとシーヨナトゥランダーの恋物語を持ってくるなど大胆に最高成し 他のもろもろの文学作品からの引用を散りばめ、また現代の事物を登場人物に持たせるなどオペラの斬新な演出を思わせる遊びを演じている。2019年にノーベル文学賞を受賞するペーター・ハント家は2017年にズーアカンプ社から550ページに及ぶタイプの小説大アブストジベンオーダーアインファカ・フェールトインス・ランデシネレを発表した。 ハントケはこの作品で、パルチバールをモデルに、果物泥棒の愛称で呼ばれる女性が経験する、内陸への旅を、因果関係の説明なしに記録する。聖杯探求を使命とする騎士、パルチバールとは違って、達成すべき、特定の目的を持つことなく生の充実を求めて、生きる、現代人の厳しい現実を提示する作品は、 究極の女子文学の創出と言えるかもしれない。作品の図像表現としては、翻訳本にも紹介されたミュン編集立図書館、本 CGM19 等、多数の写本の喪画に、見事なものがあるが、住まいの壁画に描かれた14世紀のフレスコ画も、現存する。ドイツ南部、ボーデン湖畔のコンスタンツにある、元来は、聖職者の住居だった家に、 パルチバールの誕生から、アルトゥース王宮廷訪問、グルネマンツの下での騎士修行、ペルラペーレ上への旅、コンドビーラームールスと過ごす夜の場面などが描かれている。コンスタンツ、ハウスツアークンケルと入力すれば、オンラインで関連サイトに達することができる。リューベックの資産次会員の住居には14世紀半ばに制作された、パルチバール関連の絵があった。 施設形式の断片、ヒトレルは、パルチバールの、スピンオフ的作品である。パルチバールの重視、ジグーネとその恋人、シーオナ・トゥランダーをめぐる幽霊な商品といえる。作品の題は、作品冒頭に登場し、聖杯城の騎士、貴婦人を前に10回する最初の聖杯王の名に、寄っている。ジグーネは、聖杯物語、パルチバールの中で四回登場するが、 その恋人の方は、最初からすでに泣きとなっている。ティトレルは二つの断片から成り立っているが、第一断片は二人の恋の始まりを、第二断片は、悲劇につながる出来事を助している。ボルフラムの、パルチバール、ビレハルム、ゴットフリートの、トリスタント・イゾルデなど、ドイツ中世の宮廷女子誌は、一行が4挙格から、なり、 連続する二行が客員で結ばれる形式で物語が語られるが、ヒトゥレルは連続する二行が応援をする点では、それと同じであるが、各行の洋格数は8、1六、6、10と変化して4行で1施設を形成している。その点では、ニーベルンゲンの歌に代表される英雄女子誌と同じであり、洋格数8、8、8、 10の4行で1施設をなす、英雄女児士、クードルーンに近い。第1断編の第1施設を以下に意味をしよう。どズ随ヒデアスタークタイチャールモーテジャーレン、ER ーーゲッターストウール随ヒゼルベンウントダイシーネ、インシュトゥルマゲフューレン、シットシュプラハイアールインオルター。一ヒレールナ、ダズイヒシャフトミューオーゾレイジン、デフラックアイエイチショーンとゲールナ、キトゥレルワ、 ハルチバールを伝える写本の最後に、書写されている。これが、ミュンヘン州立図書館本写本 G で、CGM19 デアバイロション下厚ーツビブリオテック、ミュンヘン BL RA、BL71RA-74RC。写本成立13世紀半ば。164施設を収録。その約半世紀後に成立したのが、断片 M で、 八王コッド、ミズ、百五十四デアユニバーサタツビブリオテックミュンヘン、フラム、ツー。四十六施設を伝えるが、その中九施設が、G 写本にはない施設である。四十六施設すべてが第一段編に属する。第三の写本が、神聖ローマ皇帝、マクシミリアンのために1504年から1515 15、16年にかけて制作された、豪華な、 アンブラスエイユーボン写本 H で、コッド、セール、ノバ2663、デアオステアリーキシャヌビブリオテックウィーン、BL234RA-235RB。68施設を伝えるが、その中6施設が G 写本にはない施設である。68施設すべてが第一断片に属する。ボルフラムの作品が断片のまま残されたので、 それを書くに約6300施設という長大な作品をこしらえたのがアルブレヒトである。彼は作品の最初でボルフラムの仮面をつけているが最後に仮面を外して自分はアルブレヒトであると名乗る。貴族の人生君の書として尊重されたこの作品は19世紀までボルフラム作とみなされ多くの写本が残された。 アルブレヒト作品は今日、ジャングラー・ティ・チャールと呼ばれている。60写本のうち18本が、蒸気3写本伝承の四句を記載している。これを、写本愛とする。1833年初版 -1952 年第7版のロハホマン版は、G にはないが、ハミーに存在する11施設の中6施設を、ボルフラム作とみなし、 ティトレルは164プラス6イコール170、施設からなると判定した。1972年出版のハインツレ版は、施設ごとに、写本の本国テキストを併置し、焼中を施している。2003年刊行のブラカート、フックス・ジョリー版は、皇帝本文に日本と大役をつけ、焼中を付したものである。ティトレルは、 幸いなことにメロディーが残っていて、それがブラカアーとフックス・ジョリー版に掲載されている。これをもとにウィーレンマンはキトゥレルを歌った。聞きがいのある見事な復元の試みである。なお、ジャングラー・ティチャール、写本には興味深い挿絵が添えられたものが2つある。パルチバールにジグーネが登場する場面は蒸気のように4回見られる。 第一の場面、第二の場面、第三の場面、第四の場面であるが、ジグーネは、主人公パルチバールの生涯の節目において、重要な役割を果たしている。しかし、自身が愛する人を死者として、抱くまでになった経緯については、良犬の紐がこの人に苦難をもったらしましたという、説明と、この人に愛を与えなかったのは愚かでしたという、 半生以上のことを語らないので、謎が残るままになった。この謎を解く形で、ヒトゥレルが創作されたと思われるが、ヒトゥレル第2弾編でも、シーオナトゥランダーは、了見を求めて、ジグーネの元から出発するところで終わっているので、謎は解き尽くされたとは言い難い。しかし、その分、私たちは想像の翼を広げるように促されたと、言えようか。なお、ボルフラムが、 カルチバール作成に際して遺居したクレチアンドトロアのペルスバル、または聖杯の物語では主人公の重視として現れる人物に名前は与えられていない。ボルフラムの与えた名前ジグネは元虚のコサインから作られたものだろう。有効な女子ヴビレハルムでは、ボルフラムは異教徒と戦った騎手ビレハルムについて物語っている。この作品は、 フランス中世の武勲誌、アリス間の本案であり、キリスト教徒と異教徒との対決を扱っているが、作品後半に見られる異教徒に対する寛容の精神は現代の我々にも強く訴えるものがある。郊外第一巻アリシャンツの敗北、プロローグ。前詞として、ナルボーンのヘイムリー妃が七人の息子の相続権を奪い、世に送り出したこと。 長子ビレハルムが、異教徒の属界の指導者テラメールの娘で、ティーバルトの妻であったアラベルを得たこと。彼女が洗礼を受けて、ギーブルクと称するようになったことが語られる。アリシャンツの最初の戦い。前半では戦闘の準備と戦闘の模様が語られる。ティーバルトは、テラメールの火星を得て、妻と領地を奪回しようとする。テラメールとその兄弟アロフェルとハルツェビエルは、 大軍を召集する。軍は船を使って来航し、アリシャンツの近くに集合する。迎え撃つ、辺境伯ビレハルムには、2万の将兵が火星に参じた。この戦闘では、異教徒側では、ピーネルとノーパトリース、キリスト教徒側ではミーレが戦死する。ビレハルムの甥い、ビービーアンツが、瀕死の重傷を負う。後半では、キリスト教徒勢の敗北が語られる。 圧倒的な大軍を要する異教徒勢に対して、キリスト教徒勢は、神の戦士として奮戦するが、ついに敗北する。懸命に戦った、ビレハルムは、敗北を認め、戦場を離れて、妻の残る城への帰還を目指す。第2巻 BB アンツの死とビレハルムのオランシェへの帰還、戦場は、異教徒勢に埋め尽くされている。ビレハルムは、品種の BB アンツを見つけ、 国会を聞き、生体を渡す。その死後、方向が漂う。ビルハルムは王たちと戦う。アロフェルとの一騎打ちでは、落馬させ、命乞いをされるが、ビービーアンツの死を思い、首を切り落とす。アロフェルの武具を身につけ、その馬に乗り換えるもの、の、正体がばれて、敵と戦う羽目になる。テゼレース王からは、回収を促されるが拒否し、その命を奪う。 オランシェの帰還。入場を求めるが、武具と馬のために、上手の帰還とは信じてもらえない。近くで捕虜として引き立てられていたキリスト教徒を救出するもの,の、妻ギーブルクの疑いはなおも晴れない。かつて戦場で追った、鼻の上の傷跡を見せてようやく夫であると信じてもらえる。ビルハルムは、ギーブルクにビービーアンツの死を知らせる。ギーブルクは、 父が自ら大軍を率いて参戦したと知ると、キリスト教徒側が立ち打ちできないと思う。ビレハルムは、ギーブルクが上司を守り抜けば、一族と王の救援を確保できると慰める。異教徒勢は城を包囲する。ビレハルムは、城壁の守備を、救出したキリスト教徒に任せる。状況がひとまず落ち着き、夫婦の眠の場面。夫が寝入ると、 ギーブルクは神に慈悲をこいビービーアンツの死を痛み、夫の苦難を訴える。頬の上に落ちてくる妻の涙に目を覚ました。ビレハルムは、救援を求めての旅の成否を妻に委ねる。ギーブルクは同意し、上司を守りきると約束する。ビレハルムは、アロフェルの武具を身につける。ギーブルクは、ビレハルムを抱き、美しいフランス女性の求愛に応じないように、訴える。 ヴィレハルムはそれを約束し、水とパン以外のものを口にしないと誓う。ビレハルムはフランスへと旅立つ。第3巻ビレハルムのムンレイウーニの旅、オランシェを行為したテラメールは、味方の大損害を悲しみ、城を守る実の娘ギーブルクの殺害によって、その復讐をしようとする。テラメールが工場具を設置するのに対し、ギーブルクは戦死者に盾を持たせて、 防御回廊に立てる気策に出る。ローイース王に対する救援軍派遣要請のため、フランスに向かった、ビレハルムは、オルレンスに到着する。町を立つとき、大官は商人に課せられる関税を請求する。ビレハルムは、自分は騎士であるからと支払いを拒み、通行を拒否する。大官側ともめ、大官の首をはねる。大官の妻はこの町で権能を有するエルナルト博に、 夫の悲劇を訴える。白は、それが騎士であるなら関税請求の正当性はないと、説くものの、その騎士が、王から、返教白にのみ許された時の声を上げていると聞いて、王夫妻の名誉のために、騎士の後を追う。ビレハルムに追いついた、エルナルトは戦って落馬する。彼らは名乗り合って兄弟であることを知り、兄弟殺しの悲劇を免れる。 ビレハルムは弟にアリシャンツの戦闘の模様を語る。エルナルトは3日後に、ムンレーウンで宮廷の祝縁が催され、父母をはじめとする一族や諸公が参集すると告げる。途中修道院で一泊したビレハルムは、アロフェルから奪った豪華な盾を預ける。ムンレーウンに到着したビレハルムだが、誰も構ってくれない。彼を目にした王夫妻は、 その入廷を拒むように命令する。ビーマールと名乗る商人が宿を提供する。亭主は快適な寝具を用意し、ご馳走を整えるが、ビレハルムはパンと水だけを取るだけで草の上に寝る。三代下、ビレハルムは王に向かって諸侯の反対を押し切って、ローイースを王位につかせたのは自分であると豪語し、前日からの礼具を非難する。これに王が、 反射的に救援を約束すると、王妃が反対する。怒った、ビレハルムは、王妃の冠を床に投げつけ、首を跳ねようとするが、二人の母が割って入ってことなきを得る。王妃は自室に逃げ帰り、娘のアリーツェを驚かす。ビレハルムは父母らにアリシャンツの戦いの敬意、特に一族の貴公子の選手を話す。父母は、援助を約束する。 王妃である自分の母にビレハルムへの取りなしを頼まれた王女、アリーツェは兄弟の関係修復に成功する。第四巻炎上をめぐる葛藤。辺境白とレンネバルトのオランシェへの出立、白布ビレハルムの怒りをなだめたアリーツェは母のいる部屋に戻る。王妃はアリシャンツの戦いの様相を知ると、ビービーアンツらの戦士を痛み、 これまでの態度を一変させて、兄に対する救援を厳命する。王妃は王に、兄への援助を頼むが、王は、そなたの願いは図ってみようとしか答えない。宴会が催される。ビレハルムは、ビーマールを、自分の横に座らせ、前夜の宿の提供に報いる。宴会後、返境白ビレハルムは王に救援を依頼するが、協議してみようとしか返事が得られない。 ビレハルムは怒って詰め寄るが、王は動じない。王妃とその一族が強く訴えた後、ついに王は、救援軍の召集を決断する。遠征軍の貫越は10日後と決まる。その間のある日、ビレハルムは、台所の水運びをしている若者が故将らに玩具に、されているのを目にする。桶の水を二度もこぼされて怒った。彼は、 故障の一人を柱に投げ飛ばして殺してしまう。王は彼の素性についてビレハルムに話し、ビレハルムは王から彼をもらい受ける。ビレハルムはレンネバルトの装備をユダヤ人に指示するが、レンネバルトは軍馬も甲冑も必要とせず、軽装の衣服と思い棍棒だけを所望する。遠征軍の集結。レンネバルトは寝坊して棍棒を忘れてしまう。 鳥人に戻ると、料理人らが隠していたので怒って、料理人等を殺してしまう。文礼運を立った軍勢は、前にビレハルムが宿泊し、盾を預けた、修道院の近くで宿営する。修道院は消失していた。ビレハルムは盾を取得した経緯を契機に、アリシャンツの戦いでの活躍を語る。軍勢のオルレンス到着。王は、辺境白に、帝国軍の指揮権を託し、 帝国軍旗を授与する。軍勢は王に別れを告げる。レンネバルトは、アリーツェと口づけをし、別れる。オランシェに近づいた、ビレハルムは、ヤーンに燃える火を見て、ギーブルクの運命を案じる。第五回援軍のオランシェ集結。テラメールとギーブルクの対話、ギーブルクとビレハルムの再会、ギーブルクとヘイムリーヒとの対話、物語の時間が戻る。 夫の偏境白ビレハルムが留守の間、ギーブルクは自ら武装し、行為されたオランシェの防御に成功する。休戦中にギーブルクと父テラメールの間で改めて話し合いがなされる。父は娘を愛していると言い,い、娘殺害は宗教的権威バールクの化した命令と弁明して、異教の神々への帰依に復帰する、よう懇願する。ギーブルクは、 キリスト教の神の優位性を主張し、偏教博との強い絆を強調する。異教徒勢の包囲戦が長引き、舌や動物の死骸の腐臭を避けるために、異教徒軍は一時撤退をする。撤退前にオランシェ周辺を攻撃する。この時上がった火の手を、ビレハルム軍は見る。ビレハルムは軍勢に、異教徒への攻撃を命じる。けぶり越しにビレハルムは、 城が落ちていないことを見て取る。ギーブルクの方は、異京都勢が戻ってきたと思い、武装して待ち構える。ビレハルムが妻の様子を尋ね、その声で彼女は、夫の帰還と知り、喜びのあまり気絶してしまう。正気に戻った、ギーブルクは夫を迎え入れる。ビレハルムは、帝国軍の諸行に伝令を送り、異京都勢の撤退を知らせる。 ビレハルムの弟たちと父の軍隊も到着する。ビレハルムは妻に宴会の準備を依頼し、陣を張った各部隊を回り、父、弟たち、帝国軍諸行を招待する。ギーブルクと夫人らは装い、客を迎える。ヘイムリーヒを先頭に客人が散大し、ギーブルクから口づけを受ける。彼女の横に座ったヘイムリーヒは、彼女の誠実に感謝する。ギーブルクは、 涙ながらに苦悩を訴え、キリスト教と異教徒両方の最悪の責任は自分にあるという。彼女は、息子のエファメレースと、ハルセビエルと交わした話し合いについても語り、彼女が彼らの元に戻るなら、損害を保障し、捕虜を返還すると言われたが断ったと伝える。ビレハルムは、ヘイムリーヒにホスト役を依頼する。ヘイムリーヒは、客人の席を決め、 自分の進化に救治をさせる。再び隣に座ったヘイムリーヒにギーブルクは、激しく攻撃した、異教徒勢について語り、例外は、息子のエハメレースと、婦人奉仕の愛の騎士、テゼレース王とノーパトリス王だと告げる。ヘイムリーヒは、ギーブルクに涙を隠すように頼む。第六巻ギーブルクと、レンネバルト。諸公会議、宴会では、誓いを果たした。 ビレハルムも遠慮なく飲食する。レンネバルトがコンボを持って現れ注目を集める。顔は汚れているが、汚れの下から持ち前の美貌が輝いている。ヘームリー妃の質問に答えて、ギーブルクはレンネバルトについて夫から聞いたことを話す。レンネバルトがギーブルクの隣に座ると、二人は瓜二つに見える。故障らがレンネバルトのコンボで遊ぶ。 床に落とすと小章らは追いかけられ、広間から逃げる。食事が終わり、諸行が陣営に戻ると、辺境白は天幕を訪れ、将兵が飲食にことかかるよう気配りし、翌日の作戦会議への参加を依頼する。上主夫妻が、寝台に向かう。レンネバルトは、棍棒を抱えたまま台所で眠る。料理人等は燃える焚き火でレンネバルトの髭を焼く。 月光したレンネバルトは、料理人頭を、炎の中に投げ込む。レンネバルトは、恋人の口づけの結果であるヒゲが焼かれたことを嘆く。翌朝、諸行が城に登ってくる。ビレハルムは、前夜の騒動を知ると、ギーブルクに、レンネバルトをなだめるように頼む。ギーブルクが優しく接し、レンネバルトに素性を聞くと、後期の血筋とだけ答える。レンネバルトは、 ビレハルムの味方として戦い、異教徒に復讐をするという。レンネバルトは、ギーブルクの差し出す、異教党の手中にあった武具を身につける。作戦会議。ビレハルムは、異教徒の蛮行と自分の損失を語り、助力を訴える。次に、父のヘイムリーヒと、弟のベルナルトが、ビレハルムのために戦うことを明言し、フランス勢にも同じことを求める。しかし、 フランス勢は、オランシェが解放されただけで十分ではないかと、反論する。弟のベルトラムとブオベが、名誉と信仰の守り手としての義務に訴えると、フランス勢は大を改めて戦闘参加を表明し、十字の印を身につける。会議の3回前に、会に参加していた、ギーブルクが立ち上がる。 戦闘の生じた責任は自分にあると認め、諸行にビー,ビーアンツの死の報復を彼女自身の一族に対して果たすように要請する。しかし、異教徒が敗北した際には敬意を持って接するようにと頼む。聖書を根拠に、すべての異教徒が地獄落ちとはならなかった、人はすべて異教徒として生まれると説く。全部と子供を捨てたのはキリスト教の神と、 変境迫のためであったと述べ、戦死した一族のことを、悲しみ涙にくれる。ビレハルムの弟ギーベルトが慰める。会議の後に食事。食事が済むと、軍の編成。第七巻キリスト教徒軍のアリシャンツへの行軍と、異教徒軍の戦闘準備。レンネバルトは、軍勢の横を走っていき、ビレハルムに行き当たる。梱包のことを尋ねられ。 忘れたことに気づくと、ビレハルムは取りにやらせる。軍隊は野営する。野営の小屋を燃やし、後で、またも置き忘れたコンボが、黒く焦げたけれども、丈夫になったことがわかる。山の上から、ビレハルムは、アリシャンツの脳を見渡し、それが、異教徒軍に覆われているのを知る。飢餓の諸将に激を飛ばすが、退却の選択も許す。 帝国軍を指揮するフランス諸行は、退却を選ぶ。ビレハルムは残った将兵を5個の隊に編成し、隊長と時の声を定める。帝国軍旗を下ろし、自分の旗を上げさせる。退却を始めた諸将は、ピティット・プントの狭間でレンネバルトに会い、混棒で攻撃される。諸行は帰って一緒の退却を進めるが、拒否され、死者も出る。 狭間まで撃たれるので逃れることができず、諸侯はビレハルムと共に戦うことを誓う。ビレハルムは巻いていた帝国軍旗を広げさせ、諸侯の軍勢をレンネバルト指揮下の隊に編成し、時の声をレンネバルトと定める。王妃の傭兵の一人が異教徒軍の石膏と遭遇し、戦った後陣に戻る。石膏はテラメールに敵情を報告し、 三日前に攻撃を受けて被った損害についても語る。テラメールは敵が帝国軍旗を掲げていると知るとローイス王が自ら遠征してきたと思い込む。テラメールはポンペイウスの子孫としてローマ帝国の統治権を主張しオランシェとパリを破壊しアーヘンの玉座に登りローマを手中に収めるとの決意を示す。 奇著の勲功を召集し戦闘突入を促す。九個の隊を編成し、指揮官を定める。テラメールは心臓を牛の引く車に乗せ、戦場に向かわせる。自ら率いる第十隊を編成する。章がテラメールの武具を運んでくる。ギーブルクの奇教と先の戦闘での損害を嘆く。戦場に散らばるキリスト教徒の石棺が戦闘の邪魔になると心配する。 無数のタンバリンとラッパの音とともにテラメールは馬に、またがり戦闘に突入する。第8巻アリシャンツの決戦、戦争の火蓋は、ハルセビエル隊のシェーティース、シルベルト隊への攻撃によって切られる。異教徒軍には、先の戦闘でビービーアンツに撃たれた王の将兵へも、加わる。次に、ティーバルト、エハメレース隊が、ビレハルムに襲いかかるが、 レンネバルト隊を相手にすることになる。続いて、ジーナグーンが、ビレイハルムめがけて突入する。アラベルの兄弟からなる第四隊は、ブルーバントコーベルナルトとブオベを、対戦相手にする。前者は、叔父の復讐を、後者は、捕虜となった、一族救出のために、人質獲得を狙う。その後、ポイジュスが、ベルトラム、ギーベルトと戦う。 第6体であるアローパティーン隊は、ロー、ヘイムリーヒと戦う。第7体率いるヨスベイスは、戦闘突入順の遅いのが不服であったが、第2体の救援に向かい、ティーバルトとエハメレースを救う。第8体のポイドビースは、戦闘突入まで、長時間待たされた鬱憤を晴らすかのように猛然と、戦う。キリスト教徒勢はこれをほとんど持ちこたえられない。 第9隊を率いる、マルランツ王は、先行した友軍の戦闘を観察し、余裕を持って参戦する。最後に総大将テラメールが戦闘に突入する。各隊は軍令を無視し、競って友軍に先駆けようとして混乱する。第9艦キリスト教徒軍の大勝利、テラメール隊の攻撃を受けて、キリスト教徒勢は分断されるが、懸命に防戦する。 先人の火蓋を切ったハルツェビエルが披露した舞台と共に船に退却すると、レンネバルトが追跡する。前の戦闘で捕虜になり船倉に囚われていた、宮中博ベルトラムと諸侯七人は、門書家の時の声を聞き、同じ時の声で応じる。レンネバルトは、捕虜を解放し、武具と馬を調達するために、異教徒の騎士を倒す。 レンネバルトの活躍でキリスト教徒勢は次第に優勢になる。ベルナルトがテラメールの騎手を倒すと異教徒勢の敗北が決定的になる。テラメールの軍旗が落ち、帝国旗と他のキリスト教徒軍の旗が変本と翻る,る。異教徒勢は海岸や山地に逃れる。テラメールは船に向かい海岸でキリスト教徒勢を防ごうとする。レンネバルトは テラメールが若者のように戦っている様子を見る。ビレハルムはテラメールを攻撃し、重傷を負わせ、レンネバルトはテラメールを守る王公を倒す。テラメールは船に運び込まれる。戦闘は収束する。勝利したキリスト教徒勢は戦死した一族や友人を探し出し、戦利品を露覚する。食料を略奪し、多数の者が正体のなくなるまで酔う。 翌朝、戦死者の遺体が集められる。一般の兵士はその場に埋葬されるが、身分の高い人々には、故郷に移送するためバルサム等が施される。ビルハルムは、レンネバルトの失踪を嘆く。弟のベルナルトは、兄のあまりの終端を咎め、ンは戦場を離れたところに張り、レンネバルト捜索を行わせるべきだ。レンネバルトが、捕虜となっているなら、 キリスト教徒方も、人質として交換できるだけの捕虜を確保したので、諸侯に、捕虜の提供を求めるようにと助言する。ビレハルムは、諸侯から捕虜を受け取り、父のヘイムリーヒに監視を依頼する。捕虜は鎖につながれるが、マトリブレース王だけは制約させるだけで、身柄の拘束はしないでおく。ビレハルムは、マトリブレース王を、特別扱いするのは、 王と自分の妻との血縁によると明かす。そして王を模範的な君主として称賛し、戦死した異教徒将王の遺体を戦場から集め、バルサムを施すように依頼する。さらに、テラメールの陣営で見つけたものについて話す。ある天幕に二十三体の王の亡骸が安置されていた。祭司がその番をしていた。棺には悲鳴があり、王の名前と、 両国、出身地、戦士の状況が読み取れる。自分は、天幕の前に軍旗を立てさせ、略奪に合わないよう守れと命じておいたと。ビレハルムは王に、将の遺体を故国に持ち帰ってもらうが輸送の援助を、すると申し出で、制約から解除する。テラメールに対しては、伝言として、将の遺体を送り返すのは、恐怖からではなく、妻の出自への敬意からである。 テラメールが望むなら友好関係を結びたいが、キリスト教を捨て、妻を戻すことはできないと伝えてくれと頼む。その後ビレハルムは、マトリブレース王を神の加護に委ね護衛をつける。かくてマトリブレース王は、プロベンツェの地を去った元居、アリスンの伝える後日談、デラメが船で逃走し、戦闘は決着するが、異教徒の一部の将兵が残されていた。の王で、 レヌアールの重慶帝ボーデュックは、怪力の大男であるが、彼が、レヌアールに遭遇し、一騎打ちをする。狂犬レヌアールはいとこを神のご加護を得て打ちまかす。ボーデュックは、キリスト教への改宗を誓い、一旦国に帰る。フランス軍は帰国の旅に着く。戦闘で疲れた、レヌアールは皆に送れる。ギオームは、レヌアールのことを忘れてしまう。オランジュでは、 ギボールが食事を振る舞う。これに招待されなかった、レノアールは、侮辱されたと思い、涙を流しながら、戦場に。途中一軍のフランスの騎士に会うと、ギオームの防音をなじり、復讐のために、小国で部隊を編成して戻り、オランジュを破壊し、ギオームを捕虜にし、ルイを玉座から引き下ろし、アーヘンで大いにつくつもりとの伝言を託す。 これを聞いたギオームは不安になり、和解の使者として20人の騎士をレヌアールのところに送るが、こうそうしない。そこでギオーム自ら妻や兄弟らを従えて赴く。ギボールがレヌアールの怒りをなだめ、夫を許すように頼む。ギオームもレヌアールの武功に感謝すると、レヌアールの怒りも消え、一度はオランジュに帰る。夕食の際、 ギボールは、レヌアールの隣に座る。レヌアールがギボールに、自分は、デラメの息子であると明かすと、ギボールは、相手が兄弟であると知り、涙ながらに抱擁する。レヌアールは洗礼を受け、ギオームの加齢となる。さらに騎士に除任される。レヌアールと戦って打ちまかされ、傷の治療のために両国に帰っていたいとこの、ボーデュックが、 レノアールとの約束を果たすため部下を引き連れ、オランジュにやってきて、洗礼を受ける。素材、元居十字軍文学の一つ、フランスの武君子、アリスカンを元居とする。これは十二、十三世紀に、フランスで最盛期を迎えた、武君子軍の一つ、オランジュ白ギオームを中心とした、ギオームの死軍の一部を成すものである。武君子の主人構造の核になった。 実在の人物は、フランク王国救済、カール・マルテルの孫の一人、トゥールーズハクギオームで、カール大帝とその息子、ルートビヒ経験王のもと、フランスのスペイン返境を守った。すなわち、790年、カール大帝により、トゥールーズハクに認じられ、791年、バスク人の反乱を鎮圧、793年、侵略してきた、サラセン人と、交戦。 801年、カール大帝によるバルセロナ行為の一翼を担った。804年に妻のウィドゥバージスが死去すると、その後モンペリエ北西の山中にジェロン修道院を設立。806年6月29日自らその修道士となり、812年5月28日に同修道院で死去した。死後間もなく、 聖者として数形され、1066年に劣勢された。12世紀に至って、遺体のササグキョ、捧ぐ巨、1138年と、セービルヘルムデンの著述がなされ、ギオームの歌と共にこの聖人をめぐる、武勲氏の伝承が始まった。なお、ダンテ、新曲、天国編、第18課には、グイリエルモとして、リノアルドと共に言及されている。 写本、漢本、翻訳、ビレハルムは12個の漢本と66個の断片の写本によって伝えられており、中古ドイツ語による文学作品の中でパルチバールに次ぐ豊かな写本伝承を誇っている。もっとも13世紀に遡る漢本は1本だけである。それはザンクトガレン修道院図書館コッド857で、これにはパルチバール、 ニーベルンゲンの歌写本 B、アイカ、シュトリッカー、カールも含まれている。ロッホマン、シュラダー、ヒネスラは、共に、基本的にこの写本を定本にして工程版を、出版した。ビレハルム写本で、特徴的なのは、豪華な差絵付けのものが少なくないことである。オーストリア国立図書館本、コッド、フィンド、2670は、写真復刻版が出版された。 ヒネスラの肯定本や、動詞編のボルフラムハンドブックには、挿絵の図版も載っているが、http:/www.handsus.de c r i f t e n s スラッシュやウィリハムハンシュリフテン等を検索すれば、インターネットで、写本や挿絵を見ることができる。ビルハルム写本の伝承のされ方も、興味深い。 すなわち、未完に終わった、ゴットフリート・フォン・シュトラースブルクの、トリスタント・イゾルデの続編をものしたウルリッヒフォン、ターハイムは、1250年頃、約3万6000行に及ぶ、ビレハルムの続編を書いた。この続編は、主人公の名をとって、レンネバルトと称されている。一方、それから約20年後に、ウルリッヒフォン・デム・ターリンは、 ビレエハルムの全史と言うべき作品を表した。これは、現在、アラベルと呼ばれている。ビレエハルムの漢本十二写本のうち、8本が、全史、アラベルと、続編、レンネバルトに挟まれて、つまり3作品が1つのツイクルスとして、同じコーデックスに収まっているのである。写本成立の13から15世紀、王公貴族の宮廷で、 ビレイハルムを中心とする物語が好まれた証拠と言えよう。1598年に、フォンデア・エイドラン・ウンとホックベル・ウムートン・クンスト・デア・ムジカと称する文章を表した、ソライ・アカス・スパンジ・エンバーグは、ビレイハルムに言及し、そのコメントは、イノック・ハンマンガ・オーピッツの、ブッフ・フォンデア・ドイチェン・ポエタレーの1658年、以来の版に加えた追記に引用されている。 ハンマンの記述は、時代が下って、1734年刊行のゼドラーのユニバーサリグ事項のボルフラムの項目の元になった。このように、バルトブルクの歌合戦の詩人、パルチバールの作者として語り継がれたボルフラムが、ビレハルムをも作ったことは、狭い範囲でこそあれ伝承されたと言える。時代を遡るが、1334年ヘッセン、紅白ハインリヒ二世は、 ビレハルムその前史続編の差し絵付き大写本を作成させ、子孫が相続すべきものと定めた。時代が下って、ヘッセンカッセル砲白フリードリヒ2世は、1777年、古代の文学と芸術ばかりでなくヘッセンの歴史に関わる、指的文書を探求する組織を設立した。 この回の事務方を担当したビルヘルム・ヨハン・ハインリヒ、キャスパーソンは、一つの写本を復刻する形で、ビレハルムを出版したが、無数の誤読を含んでいた。ビレハルムを含むボルフラム全作品の、学問的高級の基礎となったのは、ラッハマンの写本研究と工程版の出版である。彼は前述のように、ザンクト・ガレンボンを定本にしたが、 12個の漢本写本の中の7本と10個の断片を利用した。一部定本からそれ、他の写本との接中処理を見せる箇所と因率上の規則性を高めようと無理をした箇所が見られる。ラッハマンより良い工程版の観光を目指したのが、シュレーダーを中心とするマールブルクグループである。グループは、十二個の漢本写本すべてと五十を超す断片を比較検討し、 工程版を作成したが、底本は変えなかった。ただ、ラッハマンが語句を無理につなぎ合わせたり、弱白音を削除するなどして、音節を少なくした箇所は、底本に近づけた。扱った資料の多さを反映して、好意を示すアパラットは、非常に充実したものになったほか、外来語、借用語と、名前の一覧表が付加され、利用度の高いものになった。 ドイチャクロスサッカーバーラグのビブリオテックドイチャクロスサッカー69として1991年に刊行されたハインツレによる版は、副題にある通り、ザンクトガレンボンの本国版そのものである。これには、現代ドイツ語による翻訳のほか詳しい注釈とその表、ボルフェンビュッテル写本中の挿絵と、その解説、名前の一覧表などが付され、 原文の世界に近づきやすく、同時に見るだけでも楽しい本作りになっている。近代から現代に至るまで、ワーグナーのパルジンファルをはじめボルフラムのパルチバールは多くの優れた文芸、芸術作品を生み出す母体になったが、ビレハルムはそのような生産性を示すことがなかった。ただ、ドイツ中世の再発見者とされるスイスの評論家ボードマーは、 1753年にパルチバールの本案をヘクサメーターで表したが、ビレハルムにも強く惹かれて大胆な本案をものにした。それは1774年刊行のビルヘルム・フォン・オランセで古代ギリシアのイーリアス・バリの野心的な作品となった。ィレハルムの観訳は1873年出版のサン・マルテによる文訳が最初であり、 続く1925年刊行、テオドール・マタイアスの詩人の精神において新たにしたわけも、応印はされていないが、各項との4個の洋格を持つ因文訳である。三文訳の最初は、ノール・フィンク訳であるが、語訳が少なからずあった。その後深い学識に裏付けられたカートス直の大訳本が現れた。詩は訳について、高々、言語学的、 文法的仲介を続けたもの以上を目指していないと、謙遜しているが、平地された原文を理解するのに気届いたものになっている。同様に大役で示された、ひねすら役は、原文と訳の交互との対応を強く意識し、両者の順序がずれる際には、訳の横に、本文側の該当業が付記された。カートス直役の観光とひねすら役のそれとの間に、 アンガーの陰文訳が現れた。ボルフラムの文体の魅力は、陰文という型ゆえにこそ許される、自由な表現や、応印の多彩さに追うところが多いとの認識から、楽しめる訳を提供する意図から生まれた。英語訳としては、ギブズ・ジョンソン訳がある。日本語訳としては、5.1日本語訳に、記されたように、大学企業に発表されたものがある。構成と、 文体作品構成物語の舞台は、戦場アリシャンツ、巨城オランシェ、オルレンス、修道院、ムンレーウン、修道院、オルレンス、巨城オランシェ、戦場、アリシャンツと映っている。つまり、元凶となった、アリス間にすでに見られるシンメトリックな構成であるが、ビレハルムでは、その共造的性格がより鮮明になっている。また、コンラート氏の、ローラントの歌が、 その元挙、ロランの歌に神への祈りのプロローグを追加したように、ボルフラムも神への祈りでこの作品を開いている。文体元挙となったアリス館は、中世フランスの武勲誌一般に、特有のレースによって構成されている。レースとは、行末において、同一の強制母音あるいは、強制母音死因を繰り返す修行からなり、同一の長さの四苦を不定数一つにまとめた。 構造体である。各宿は重音綴りである。一方、ボルフラムのビレハルムは、四上げ角の単子行が二行ずつ客員を踏む、すなわち、ドイツ中世女子誌で好まれ、ボルフラムの先輩ハルトマンラが用いた死形から、なっている。ボルフラムは、リズムと応印を様々に変化させているので、聴衆を飽きさせなかったであろう。一方、ボルフラムは、 新しい技法を開発している。それは30行が意味的にまとまりのある施設を成していることである。この30行イコール1施設の区分法はパルチバール第5巻以来採用され、ビレハルムでは全面的に行われている。この技法が新聞連載小説のようなまとまりのある部分と部分の連続という部分体全体の程よい調和関係をもたらしている。 異教徒感と寛容、複眼的視点、語り手異教徒感と寛容、ビレハルムの内容で突起すべきことは、異教徒感と寛容の精神である。先行する、パルチバールにおいて示された、フェイレフィスライ教徒の描写における、信仰の違い以外に、キリスト教徒と差をつけずに叙述する姿勢は、対異教徒線を扱う、ビレハルムにおいても引き継がれる。 具体的には、異教徒の戦士も、キリスト教徒と同じように、勇敢、誠実、寛容、精錬潔白などの美徳の持ち主と称用され、信仰と婦人への愛のために戦うとされている。例えば、ビビアン、ビービーアンツに、致命傷を負わせる、異教徒の王は、原点のアリス館では、この世にこれほど卑劣な異教徒はいなかったと、別視されるのに対し、ビレハルムでは、 その高い名声は、輝かしくも、汚名から守られていた。女性奉仕にも、意を用いていたと称賛の言葉を与えられている。そして、異教徒の戦士も戦士すると、語り手にも、キリスト教徒の婦人からもその死を惜しまれる。しかし、さらに鮮明な形で作者の異教徒感が示されている。箇所は、第6巻のギーブルクのスピーチと、それに呼応する、第9巻の、 ギーブルクの夫で物語の主人公ビレイハルムの行動である。第6巻では、イ・キョートとの二度目の戦闘を前にしての会議の最後で、ギーブルクが諸侯や夫の一族に向かって弁じる。戦闘の生じた責任は自分にあると認め、諸侯に最初の戦闘で戦死したビービーアンツの死の報復を、彼女自身の一族イコールイ・キョートに対して果たすように、要請する。 しかし、異教徒が敗北した際には、上腹が全うするような振る舞いをしてください。愚かな女の申すことですが、お耳を貸してください。神様の手図からの秘蔵物に、寛大な態度をとってくださいと、異教徒にも、敬意を持って、接するようにと頼んでいる。ギーブルクの考えでは、キリスト教徒も、異教徒も、すべて神の、手図からの秘蔵物である。神の作られた、 最初の人間は、異教徒であり、旧約時代の預言者も箱舟のノアも、異教徒ながら救われた。幼子イエスに贈り物を捧げた、東方の三博士も、異教徒に間違いありませんが、英語の罰を下されてはいません。そればかりか、人類創造以来、母親が洗礼を受けていても生まれた子は、疑いなく、異教徒なのです。そして神は、 ご自分の殺害者を許されたほどの慈悲の持ち主である。それゆえ、神様が彼の地で、皆様に勝利を授けられた暁には、戦場において、異教徒に情けある態度をとってくださいと訴えたので、ある。戦闘に勝利した後、ビレハルムが異教徒相手にとった措置は、ギーブルクの頼みに応じたものである。彼は、 捕虜となった敵のマトリブレンス王を自由の身にし、亡き王公をキリスト教徒の地から連れ帰り、その終始にのっとり年頃に埋葬するように依頼する。そして、敵の総大将テラメールに対して、その、行為と、幸運を得るためあえて奉仕を願い出ましょうと、友好的な態度を示している。ボルフラムの原点となった、アリス間を含むギオームの武君士軍、また、 武勲氏の最高傑作、ロランの歌と、そのドイツ語への本案であるコンラート氏ローランとの歌等において、常識として共有されている、異教徒イコール悪魔の仲間、地獄落ちが、必然の世界観と際立った対象をなしている。もっとも、武勲氏においても、キリスト教徒の側に、異教徒に対する敬意が見られる箇所が、例外的にあるとの指摘がなされている。すなわち、 12世紀末、グランドール・ド・ドゥエによって書き直された、イエルサレムの歌は、第1次十字軍が、アンティオキア・ダッシュ後、聖地を占領するまでの苦闘を描いた作品であるが、ゴドフロはド・ブイオンを中心とする、フランク軍と対峙する、イスラム軍を率いたのは、イエルサレム王子コルニュマランであった。王子は、ヨーロッパ君主たちの連合軍と堂々と当たり合い、敵ながら、 あっぱれと簡単させるに至るイスラム側の英雄である。ゴドフロワーの弟ボードアンはついにこの強敵を倒した際、王子の遺体から取り出された大きな心臓に驚き、もしも彼がキリスト教徒だったなら、これほど高貴な者はいなかったと嘆き、この騎士を貴重な布で包み、敬意を込めて埋葬させたと。なお、第1回十字軍の年代記においても、 異教徒であるトルコ人の勇気、武勇、力が彼らがキリスト教を信じるならば彼らよりも強く勇敢で戦いに長けた者たちを見出すことはできないであろうと高く評価されている。もっとも同じ年代期にはキリスト教と側の兵士は戦死士埋葬されたトルコ兵の墓を掘り起こし破壊し死体を引き出しその後に 死体のすべてを堀の中に投げ入れ、正確な数の把握のために切った首を天幕へ運んだ、とする、異教徒に対する敬意の位置けらも見出せない記述も、ある。複眼的視点ボルフラムはこの作品で、キリスト教徒と異教徒の間の戦いを、一方の視点ではなく、両方の視点から重層的に描写している。キリスト教会において、正解の長が、ローマ教皇であり、 俗界の長は、ローマの大主たる、ローマ皇帝、王である。ビレハルムにおいては、その図式が異教会に投影され、異教会の正解の長は、バグダッドのカリフ、その俗界の長は、バグダッドの大主たるアドミラートである。キリスト教会と異教会の、両世界を対比させる視点は、原点にはないボルフラム独自の視点の取り方である。ビレハルムは、こうして、 二度目の戦闘では、ローラントの歌で、異教徒の総大将を打ち破った、カール大帝の実質的後継者として、異教徒の俗界における、最高権力者と戦う役目を担っている。語り手すでに、パルチバールにおいて、重要な役割を果たした。語り手は、ビレハルムでも健在である。語り手は、プロローグで、あの、パルチバールを語った、ボルフラムであると。 名乗り、その作品に、清方編のあったことを伝えている。その際、原点の教えるままに語ったと、弁明のニュアンスを含む、物語作者としての姿勢を明らかにしている。ところが、今度の作品執筆にあたっては、一歩進んで、自分の知恵による知識能力を駆使しているとの認識を示す。お力、道からを認識するものは、私の知恵です。 書物に書いてあることからは何一つ学んでいません。知恵に頼る他を教えられたことがありません。私の知識能力は知恵が与えてくれましたそのような自信から語り手は原点そのものにさえ記述の間違いがあると非難している。よって立つフランス語による原点を批判さえする語り手ではあるが、そのフランス語力を謙遜する場合もある。宿英はロイシエルンという それくらいはフランス語がわかる。不遂な、シャンパーネ人だって私が、どれほどフランス語を喋れるにしろ、私よりはうまい。それにこの物語を翻訳してあげている皆様に、どんなに迷惑をかけているかは、ご覧の通りだ。何しろ私のドイツ語と来たらところどころ、ひん曲がっていて、と、フランス語の能力と作品のわかりづらさについて、謙遜のポーズをとっている。語り手は、 また次のように、事件に、直接関わる感想を漏らす。オルレンスの大官は、ビレハルムから関税を徴収しようとして殺されたが、大官の受理した税は、たとえすぐお隣のお戸口でいただけようと、どんなお方のためであれは私はまっぴらごめんだ。大官は、首の長さ分短くされたのだ。語り手は、この不運な場面を強調すると同時に、徴収も、 自分の気持ちに同調させているのだろう。物語の主人公夫妻が、婚句の後の抱擁に至る場面では、語り手も自分も同じ振る舞いをしたであろうと、絹絹の歌の名手たる作者そのままの腹の座った立ち位置にいる。語り手のコメントによって聴衆は、夫婦の性愛の商用に導かれる。彼女は彼を優しく抱擁した。今は、 たわむれの時だろうか。なんと言ったらいいだろう。両人が自分の自由になるものに手を伸ばそうとすれば、彼女はぐずぐずと拒むことなどなかった。彼は彼女のもの彼女は彼のものだった。私とて自分のものに手を触れるのは当然だ。二人は慈しみを込めて抱き合ったままパルマーとギヌの人根に倒れ込んだ。女王は、 ちっちゃなガチョウのヒナを捕まえた感じで、柔らかくしなやかだった。語り手はさらに、この作品の最重要テーマに踏み込んで発言している。異教徒を描写して、家畜のように倒れたと表し、キリスト教徒は、異教徒を犬のように戦場から打ち払ったと、異教徒を犬畜生に例える、人間別詞のローラントの歌に、それとなく反撃するかのように、 キリスト教を知ることのなかったものを家畜のように殺したのは罪であろうか。大罪だと私は思う。七十二の民はことごとく神のお手の作られたものである、と、ギーブルクの寛容の訴えに呼応する立場を表明している。作中人物の原稿だけでなく、語り手の聴衆への疑問と、答えは、聴衆を当時の常識とは異なる思想への共感とまで言わなくとも、 考慮へと誘う効果があったのではないだろうか。物語と聴衆をつなぐ、語り手という役の活躍は、ボルフラム特有である。図式的には、作者、聴衆となろうか。ビレ・ハルムの十字軍文学としての特徴を、重層的に捉えるためには、1、中世ドイツの他の十字軍文学作品、2、それらの元拠となった、フランスの作品。 3. 実際の十字軍の記録。4. アラブ側から見た十字軍像。5. 十字軍を素材とする古代の文学作品との比較などが必要だろう。ボルフラムはさらに9編のミンネリートを表した。その中の2編は、パルチバールとティトレルを伝えるミュンヘン州立図書館所蔵写本、CGM19 に記載され、他の7編はミンネザングの重要な3つの歌謡写本に、 伝えられている。すなわち、小ハイデルベルク歌謡写本に2編、大ハイデルベルク歌謡写本に7編、バインガルテン歌謡写本に3編収録されているが、小ハイデルベルク歌謡写本の2編もバインガルテン、歌謡写本の3編も大ハイデルベルク歌謡写本の伝える歌と重複している。ボルフラムによる9編のミンネザングのうち5編が、キヌギヌの歌であり、残りの4編が、旧愛の歌である。 そして、前者、キヌギヌの歌は、このジャンルの最高峰をなすものである。以下では、全員9編のミンネザングを、キヌギヌの歌と、旧愛の歌に分けた上で、モーザー、ターボレン、デミニサングスフーリン、シュトゥットガルト1977の番号順に9編の歌の最初の1内死2行だけを示し、代表的な歌についてはその概要を記す。キヌギヌの歌リート1。 デン・モルゲンブリック・ビー・ワット・ RS サン・ゲル・コス。リート2、シーネ・クラワン、ディ・ヒダイ・ウォークン・シントガス・レーガン。リート4、デア・ヘルデン・ミュンネ、アイ・アール・クラガ。リート5、フォン・デア・ジンメン、ウィル・イ・ヒゲーン、インテージャ・ワイズ。リート7、エス・イスト・ニュー・タック。第一か、禁断の愛の人よを共にした騎士と貴婦人が、暁の到来を告げる夜景の歌を契機に。 別離を嘆きつつ、激しく燃え上がる様をドラマティックに歌い上げた作品。第2課、騎士を上司夫人のもとに案内した夜景だが、明け方になり、夫人に愛する騎士を立ち去らせるように強く進める。夫人はそれに反駁する者の,の男を生かせなくてはならない。別れる前に二人は、激しく求め合う。 男女に別れをもたらす暁を、その鍵詰めで雲を突き破り、ぐんぐん登ってゆく怪獣に例える、その大胆な比喩の放つ切迫感、それに夜景と奥方とのせめぎ合いの応答が、魅力的な作品。この迫力のある日は、13世紀の詩人ウルリッヒ・フォン、ターハイムだけでなく、現代の詩人、評論家、ハンス・マグヌス・エンツェンス・ベルガーによっても、詩集、 狼たちの弁護書集の詩、ユートピアにおいて引用されている。第四課、詩人は、最初に、人目を忍ぶ愛の嘆きを歌ってきた夜景に、黙れ。と命じその後、天下晴れての女房殿との交換ならば、身の危険への不安も、別離の悲しみもないと歌い、絹絹の歌に決別を告げる歌。また、質問者の、人目を忍ぶ愛と公然と楽しめる愛のどれが、 幸せかのような問題提起に答える一種のディベートかと捉える解釈もあり得る。求愛の歌リート3エインウィップマックウールアールーベンミアー。リート6スプリンクブルーオメンループウズドリングン。リート8グアトウィップイヒビッテディッヒミンネ。リート9マニジャークラゴット大少年ジット大参加。この歌だけを読むと。 内容も形式も平凡な盆作にしか思えないが、主催に用語を検討すると、同時代の有名な歌に対するパロディと捉えることが、できる。当時人気絶頂の二人の女上詩人ラインマルと、バルターは、崇拝する貴婦人をめぐって、歌で競い合ったが、ボルフラムは、後者の作品を茶化しつつ、両者をやり込めている。大ハイデルベルク歌謡写本ブロット 219V に、 描かれたクリンサー・フォン・アンガーランドの肖像画は伝説のワルトブルクの歌合戦の模様主催者夫妻と歌人たちを描出しているがその歌人の一人がボルフラムである14.15世紀の食卓ミュータの写本ではいくつかの歌の調べがボルフラムに返せられているボルフラムの文体はゴットフリート・フォン・シュトラースブルクが物語を内容と表現とで うちも外もくまなく彩り、飾ることができ、彼の水晶のような言葉は常になんと濁りなく済んでいるのであろう。と賛美した、ハルトマン・フォン・アウェラの文体とは全く異質である。ボルフラムは、聞き手の好奇心に逆らい、謎のような例えで愚弄し、注意力を試したり、異質なもの、相互に、関係のないものを並列させて、文体の統一を破り、 表彰をかき乱す。文法を無視した、語法、常識を破った比喩と、グロテスクな対立、それにユーモアを織り交ぜ、エロチックな描写を差し挟む。また、聞き手に対する、呼びかけ、語り手の意見の改陳と自身のギ画科なども、作者の強い個性を感じさせる。それゆえに、ボルフラムはゴットフリートに、ウサギにも似て、落ち着きがなく、 言葉の園で口から出まかせの言葉を吐いて、いたずらに高く跳ね上がったり、遠くまでさまよったりすることを、よしみと酷評されたのも納得がいく。しかし、聞き手の好奇心を高め物語の進行に巻き込んで、語り手、登場人物、物語、聞き手、の三者が、相互に、積極的に関わり、時に応答するダイナミックな物語の教授の、 方法を開拓した先駆者であること、その迫力、独創性ゆえにも放射を多数排出したことは疑えない。現代の我々も、比喩の奇抜さ、筋の複雑さゆえにこそボルフラムに引き付けられるのである。ボルフラムは中世ドイツの詩人の中で、後世に対する影響力が最も大きい詩人である。それは他の詩人たちを遥かに凌駕している。まず、 作品を伝える写本の多さに驚かされるが、さらに賛否両論の評価、詩人自身と作品の登場人物への言及と、作品からの引用、作品の本案、改作独創的な需要などが、同時代から現代にまで連綿と続いている。ベルントスキラクは、ヨアキム・ヒネスラ、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハ、エイン・ハンブーフ、BD-1、デグラウター、ベルリン、 ボストン 2011S49 から63において1201年から1697年までの関連作品を列挙しているがその数は139にまで及ぶリハルト・ワーグナーのオペラタンホイザーとバルトブルクの歌合戦によって知られている詩人タンホイザーは恋の難題を歌った歌でパルチバールの父がハムレとのカンボレースでのやり試合に言及している 13世紀後半から14世紀初頭にかけて活躍した格言師の名手フラウエンロープはボルフラムを死と称えさらにボルフラムが己には欠けていると言命した学識を礎に新しい表現形式で死の歌を描画しようとしたがその意識を強めれば強めるほど一層ボルフラム流の表現形式の虜になった現代最もよく知られている ボルフラム像の形成に大きな役割を果たしたのは13世紀のワルトブルクの歌合戦と称される作品である。チューリンゲン炮白の宮廷で歌人たちが諸公の中で誰が最高の美徳を備えているかを競い合って歌い上げる場面でハインリヒ・フォン・オフター・リンゲンがオーストリア公を称賛したのに対しバルター・フォン・デア・フォーゲル・バイデがチューリンゲン炮白を見事に賛美して 彼を打ち負かす。ボルフラムも登場し、彼を叱責する。オフターディンゲンは、ハンガリーに行き、黒魔術を使うクリングゾールを味方として連れてくる。クリングゾールは、チューリンゲンの宮廷で、ボルフラムと歌による謎解きゲームを行い、脱帽するというものである。上記ティトレルの節で触れたアルブレヒトは、新、ティトレルにおいて、ボルフラムを自作の、 語り手として登場させている。13世紀末期の無名のバイエルンの詩人もローエングリーンにおいてボルフラムを作中人物として登場させる。舞台はチューリンゲンの宮廷。クリングゾールがボルフラムと行う謎解きゲームが導入となってボルフラムがローエングリーンの物語を語るという手の込んだ構造の作品。ボルフラムはその際、 主君のために、求婚の使者に立ったホーラントが、アイルランドの王女ヒルデの御前で歌う姿に、捨せられている。これは、ローエングリーンの聴衆にとっては周知の女子誌、王女クードルーンの印象的な場面である。中世後期からルネサンス期にかけて栄えた、食卓ミュータの世界では、ボルフラムは12人の、食卓ミュータの創始者の一人に数えられている。ビルヘルム・ラーベは、 15世紀前半のニュルンベルクを舞台とする短編、帝国の王冠を書いたが、そこでは、語り手の友人で、物語の主人公、ハンス・グローラントが、ボルフラム、バルター、フラウエン・ロープを手本に、恋人のための歌を作ろうとしている。バイエルンの貴族、ヤコブピューテリヒ・フォン・ライハーツハウゼンは、宮廷女子史等の写本の熱心な収集家で、同行の史と、 文学サークルを結成していたが、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハは彼にとって最も重要な詩人であり、彼は詩人の墓を今日出身地とされる地の聖母教会に探し出したとし、その倉庫劇を表敬書館に記した。パルチバールは15世紀に始まる活版印刷の時代になって書物として出版された。そしてこの題材は、リヒャルト・ワーグナーのオペラ、 パルジンファルの台本執筆の原案となった。ワーグナーはまた、オペラ、タンホイザーとバルトブルクの歌合戦において、ボルフラムを歌手として登場させている。パルチバールから、現代のドイツ語圏の重要な作家の一人、無宿によって一種のパロディが生み出されたことは、上で触れた。ボルフラムの、パルチバールは、現代の学校教育において、教材とされている。また、 ミュンヘンシュタイナー学校の高学年でのエポック授業でパルチバールがテーマになり自我の形成のための優れた教材になっていることが同校を卒業した小安文の私のミュンヘン日記109ページ以下に記述されている。ティトレルの断片は中世後期に多大な影響を及ぼした。この断片を書くに十3世紀アルブレヒとなる人物が 壮大な作品を表し、多数の写本が制作されたことが大きく作用した。かつてその人物は、アルブレヒト・フォン・シャルフェンベルクとみなされたが、今日多くの研究者はこの見解に疑問を抱いている。ともあれ、アルブレヒトによる、新、ティトレルは長い間、ボルフラム自身の作品とみなされ、最も重要な騎士物語詩人としての彼の名誉を、一層を高めるのに寄与したことは、 疑いない。なお、ティトレル史系は14世紀のハインリヒフォンマグルヌという詩人も一編のラテン語の歌のために使っている。上記書士に漏れた文献以下は1980年以後のもの。ありがとうございます。